なんか昨日前髪切ったらさ、うん、なんかうまく扱えなくなった。切り立てって難しくなっちゃうよね。かつ今日なんかセンター分けしたらさらによくわからん前髪が出来上がった。え、なんかそんな別に変って思わないけど。あ、じゃあこれでいいか。はい、 OK。 美容院に、仕事終わりに美容院に行く。素晴らしい。時間を有効活用している。はい、今日この時間しか行けなかった。うん、でも行けてよかったね。うん、いい感じだよ。これいい。初めて見た。9点で買った。あ、出た。今これ2カメで抑えてるからね。本間ひなたさんのさ、ショールームさ、うん、美肌効果薄いから嫌なんだよね。じゃあつけたそうよ。いいよ、あなたのベストで配信しなさいよ。え、何これ。え、痩せ顔とかあんの今。そうだよ。え、こっちにもある。ない。あ、アップデートしてないからだ。そうなの。うん、え、小顔やって。小顔誰か。小顔、小顔今全くゼロで。え変わった変わってなくない。戻して。変わってなくない。いや、変わったかも。え、あゆは変わったかも。見てて。虹じゃまー。ありがとうだけどね。ちょっと痩せ顔じゃない。これだ。え、待って待って待って、これが普通ね。これが普通、こんなもんないからね。小顔ってよりかこれ。小顔ってよりかこの痩せ顔だ。痩せ顔だ。これゼロにして。すごいショールーム。カメラアプリだね。うん、見てほしい。ごめんね、私アップデートするね。え、ごめんね、本当に。なんかでも、うん、キュッてもうこんなんなるの。ねえ、びっくりした。うん、やばい。ねえ、ミシミシ言ってる。ミシミシ言ってるって。どうだ。よし、オッケー。あれ、あゆかたんじゃん。はい、あゆかたんです。こんばんは、お邪魔してます。やっぱたんと言ったらね。びっくりした。なんか技術の発達を感じた。怖いね。うん、なんかあんまり加工強いの好きじゃないんだけど、うん、あの最近あのオフショットマネージャーさんがね、うん、マネージャーさんの、あの、はい、携帯に入ってるカメラアプリの加工が強くて、うん、それいじる の, え、普通にいい、うん、ああ。加工が強くて、うん、でもそれなんか元に戻すのを忘れたまんまずっと撮っててもらってたから、うん、ちょっと加工強いオフショットが今手元にいっぱいある。戻せないもんね、加工、うん、し終わっちゃったらね。そうフィルターっていうか。そう、なんか漏れてはいるんだけど、うん、加工ちょっと強かったかな。何、写真集の宣伝。いや、写真集じゃない、じゃない。写真集見せて。いいよ。なんでもう行ったり来たりまた行ったり。はいはい、こちらが、ずっと会いたかったデレレレレレレレズンダンダン、でんでんでん、会いたかった会いたかった会いた
会いたかった会いたかった会いたかった Yes 君にでででででじゃーん自分のお気に入りどれなん？当てていい？いいよ。まあ、図書館は好きでしょ。うん、好き。自分が行きたいって言った。どこだろうな。別にここは別に。あ、でもこれは。これ別に、ここ別にでしょ、別に。うん。これいいじゃん。あ、地元。団子食べた。あの、全部いいけどが前提としてですけどね。うん、私ここのブロック好きだけど、なんかこういうのね初めて着たかも。あんまり着ないレオタード系の水着。うん、だってね、こう、はい、歯医者さんみたい。確かにね。何ページって言えば、教科書何ページ教科書何ページ、何ページですかこれ。ページ書いてないんですよ、後ろから。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16ページ、後ろから16ページ目の紺の水着のブロック。でもね、それね、どこにもね、オフショットとかで出してないの。あ、じゃあ分かんないね、この、うん、みんな多分見たくなってるよ、持ってない、うちのファンとかは。え、歯医者さんの水着？あの、言い方がね、ちょっと良くない。歯医者さんの水着はあの、こう、え、だってさ、だってこれクリップでしょ。そうなの、止めてるだけ。聞きました。いや、これ見せれないんでしょ。そうなんだよね。あー、で、多分これはなんか、その出版社も気に入って、うん、なんかどこにもアザーカットとして出してない。おだよね。今多分ね、3冊が売れた少ない。あ、でもあの、サイン会やるんですよ、今度。ね、どこで？あの、これの。どこで？写真集のオンラインなので。おお。なので、よかったらぜひ中村アンドの皆さんもお待ちしてます。買ってください。私多分一生出ないです。買ってください。出ます、出ます。出ないです、出ないです。でも、うん、あの、グラビア用にちゃんと染めてきた。あ、偉いね。でも今日明るかったよね。うん、明るかった。でも暗い方がいいの、自分的には。なんか暗い、暗くしろって言われたの。なんか これ暗い方がいいってコメントが多かった。あー、そうなんだ。明るいのも見たいけどな、私は。と、なんか、うん、自分的には、うん、なんか、うーん、まあ、でも傷んでたし、うん、確かにね。で、結局さ、その日数までまだ日があるから、うんうん、落ちるかなって。そう、だからちょっと暗め。いいと思う、楽しみ、マジで。うん、暗い方がいいのかなと思った。しっくりくんのかなと思って。うん、これ何？これはね、なんか投げてって言われたで、なんか投げるの下手くそだったから使われないだろうなって思ってたら使われた。うん、下手くそだよ、投げるの。だよね。ひなたんの真似。レギュラーさんじゃん、これ。西川くんみたい。かわいいけどね。かわいいが前提ですよ、もちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、これ好き。もうやった。なんかね、これね、一回そのなんかどっかでやってなかった。わかんない。じゃあわかんない。なんかね、これあの、最初にこれでどうですかみたいなデータできた時に、うん、これちょっと違うやつにしてくださいって言って、これになったのよ。うん、だからこっちにしてよかった。これはな、じゃあこの、これはこうやって花を食べてますけど本当は鼻に入ってたとかそういうことですか。違う、何だったんですか、ここは。あの、目の開き具合が、あ、なるほど、もともと気に入らなくて、かけられてたんだ。そうそうそう。一枚だけ、その4つ、なんて言って、こう
バーン。ってなってたから、なんか別ショットないですかねってご相談したらそれになりました。いい開き具合だね。ありがとうございます。ここの、やっぱアータは正統派だから白がいいわ。ありがとうございます。ありがとうございます。白いね。いやね、私がね謎なのはね、このページなんだよね。いいじゃん。しかもなんかこれね、なんかこれなんかわざわざコテージのところからコテージ、なんか、その建物のところからなんかわざわざ海のキワキワまで運んでって設置されたのに、はい、なんか努力賞でだからさ。あのスタッフさん努力賞で選抜入りした写真、このなんだこれ、カット、何これ、なんか月みたいな揺れるハンモックソファーみたいなやつ、わ、虹ありがとうございます、虹がかかりました。でもこれも赤もいい、これいい、ヴィンテージショップ、なんかいきなり行くことになった。ルックイズファンデイ、あ、書いちゃったのってどういう意味？楽しい日？いいねみたいな。それはこれいいじゃん。好き。適当になんかノリノリになってたら採用された。どれがお気に入りなの？当てるんだった。あ、ここら辺？これとかは好きだけどね。これは This is a Homa Hinata って感じする。なんかこう、あ、うちのですどうもっていう、ファンのみんなはこれうちのひなたですどうもっていう、カット王道カット、あ、ありがとうございます、だと思います。どれですか、やっぱ表紙ですか？表紙はね好きなんだよね。これかわいい。あれいなくなったんだけど。これ。やった。これは、ここは多分カメラマンさん。だってこれ得意だもんね、ここのシリーズ。カメラマンさんお気に入りショット。見せたいここ。このあのここはこれ得意ゾーンなんですよ、ほんまひなの。この。多分ね、カメラマンさんこの写真がお気に入りなんで。これだけなら写していい、これ。これだけ写していい。いいよ。せーの、わかった、わかりました。教科書の何ページか、お分かりいただけただろうか。だからあのなんかいちごが、いちごタルトみたいな、いちごタルトのお店に行ったの。いちごタルトのなんか4コマ漫画みたいなのと、左側のがトトロの葉っぱからひなたがどうみたいな。確かに、の4コマの方の話をしてます。まあページで言うと、まあ、ここぐらい。ページで言うとここぐらいですね、ですね、はい、ここぐらいの。わかりますか。はい、そうなんです。これかわいい。ここの、その4コマ漫画のところは、4コマ漫画、4コマ漫画のとこは、ちょっとツイッターのとか、なんかインスタとかでよく見る、あのソフトクリーム食べに行った時のアートって感じがします、これとか。これはあざと警察にかかるんですか？これはもう、もうこれはもうだから、あなたは一番あざといんだから。またまた。何？ねえ、本当に。何なの？やばい、配信じゃない、配信じゃないことしたら。配信外のことしてる。配信外でふざけてる時のことしてる。よくないよ。よくないね。反省します。すみませんでした。決められないんだよね。よくお気に入りのカットどれですかって言われるけど。これでしょ、だから。違う。西川くんでしょ。それはない。だったらこっちの方が好き。
これ綺麗だよね。あとこれもいい。ここいや私4コマシリーズ好きだわ。花食べる、うん、なんかトトロの葉っぱつかむ、うん、脱いじゃおみたいなとこ。脱いじゃないんですけど、ね、ページで言うとここら辺です。ここら辺です。でもなんかすごい写真集っぽいよね。うん、いい。なんかねサーヤはねこれがめっちゃ好きって言われて、ケツ綱。うん、ケツ綱。ケツ綱はねなんか定評があるらしいよ、グラビア、グラビア界において。へ、なんか私もケツ綱はしたんです。シリーズ綱かごめん、うん、シリーズ綱したんだけど、うん、シリーズ綱はなんかこうすごい定評がある。定評があった。へ、なんか個人的には砂まみれになるからあんまやりたくないけど、ね、わかる、そうなんだよね。そう、後からなんかちゃんと着替えないといけないから、うん、でもこれは髪の毛も砂だね。そうなの、しかもこれ早朝で7時くらい撮ってる。あらら、大変だったね。朝早く、朝早くから砂まみれ、うん、いややっぱなんかこれ自分で考えた。そうだよ、自分で考えて。読めちゃダメな。いいよ。笑って読めないじゃん。 笑って読めないじゃん。ちょっとバカにしてるんだ。漏れる光の先から波の音ですか、音ですか、波の音、音だよ。波の音が絶え間なく聞こえる。それなのに静かだった。これ本当どういうこと。なんか洞窟みたいなところに行ってね、うん、あのもう向こうから波の音聞こえるんだけど、もう洞窟の中シーンみたいな、声が響くわけでもなくみたいな、すごい不思議な空間だった。おー、歌詞にありそう。なんか最近私さ、そのキャラクター見に行ってからセカオワさん聞くんじゃん。あ、うんうん、セカオワさんにもそういう歌詞あったよ。なんかじゃあ静寂がうるさいみたいな。静寂がうるさいってさ、よくさ言うよね。言うんだ。いや分かんないよ、だって私そんな、なんか私が思ってないもん。し、しぼん。歌ぼん。しぼん、しぼん、刺繍ね。あ、刺繍。ああ、そうだった、よかった。ああ、楽しんだ、楽しんだ。面白かった、面白かった。おお、これ何、これこれはなんかみんなで花火して楽しかったねっていう写真。これとか危ないよこれ。これねやばかったんだよ。なんかナイアガラっていうね、うん、なんか花火らしいんだけど、うん、なんかスタッフさんが花火屋さんでわざわざ買ってきてくれて。花火屋さん。すげえ。そう、それでなんか一回つけて撮ったらなんか爆発5秒前みたいな、これよりもっとやばい撮れて、頑張った結果これなの。すごいね。そう、頑張ったでしょうでここに挿入されてます。これも自分で書いたんだけどね、うん、なんかそのお昼くらいにそのここのさ中にさ書いてた写真集の中に入れてた言葉を提出で、うん、でお昼くらいにマネージャーさんにこの言葉を提出しに行ったの、うん、そしたらなんか後書きも自分で書いてほしくてみたいな、書いてみませんかみたいな、うんうん、で今日の6時までにって言われて、早っ。あ、まずい。はい、 それでなんか4時間くらいで書き上げたこれ。すげえ。普通もうちょっとかかるよね。めっちゃ頑張った。楽屋で？図書館で一人で。図書館で？図書館行って一人でモリモリ書いてました。何年も行ってないな図書館。というお話でした。ぜひ皆さんチェックしてください。はい。サイン会あるのでよろしくお願いします。はい。というわけで、はい、終わりますかね。ちょっと短いのですが、何これ
が今日はこの辺で終わりにしたいと思います。思います。ありがとうございます。サイン会購入したよって、ありがとう。あ、もう今買えんの？そう、6時解禁だったの情報が。じゃあ皆さんもぜひ、バイバーイ。